こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、今回も楽しく日本史を学びましょう。現在は条約改正と国際社会での地位の向上、その中でも 明治後期から大正にかけての人々の生活や文化と学学問について学んでおりますそして今回はその中でも国際化する文化と学問について理解を進めていきましょう文明開化を受けて日本には西洋風の文化が広く普及し 明治20年代以降になるとそれを受けた独自の文化が育ってきました新聞や出版業の発達は上で述べたとおり人々の政治への意識を高めたところですがそこには政治的な考えなどだけではなく人々の娯楽としての小説なども掲載されるようになりました 明治も初めのうちは歌舞伎の演目などを題材としたものが多かったのですが1885年坪内松陽は小説神髄を表し人々の普段の生活に近い題材を取り上げるいわゆる近代文学を提唱しました。またその中で話し言葉と 書き言葉の間の大きな違いからもっと平易で話し言葉に近い言葉を進む、えー、使うよう進められました。これを原文一致運動と言います。このような動きの中で多くの近代文学というものが生まれました。その中には1895年に竹比べを書いた 樋口一葉のような女性もいましたその後森鴎外や夏目漱石が現れ近代文学が確立します特に夏目漱石が1905年に初めて書いた小説我が輩は猫であるはユーモアに富んだ内容と落語にヒントを得たとされる 平易な語り口調で広く普及し日本語の書き言葉の元になったと言われています美術の分野では写実的な西洋絵画や彫刻が日本でも制作されるようになりました政府は1887年東京美術学校を設立し西洋絵画の制作者や 指導者を育てました,また音楽の分野でも西洋音楽の受け入れが進み1890年演奏家作曲家をやそして指導者を育てる東京音楽学校が開校しました学問の分野では大学教育が定着し 日本の科学技術の水準も世界的なものになってきました物理学では原子のモデルを提唱した長岡半太郎数学の分野では高木誠治といった世界的に評価される研究者も登場するようになりました特に人々の生活に密着した医学の分野では 世界的に進みつつあった細菌学の分野で多くの成果が見られ破傷風の治療法の研究やペスト菌の発見を行った北里柴三郎赤痢菌を発見した志賀清黄熱病や梅毒の研究で知られ ノー,ベノーベル生理学医学賞の受賞候補となった野口英世のように国際的な研究者が出てくるようになりましたここから脱線があります、えー、こちら 4K で配信していますので、えー、もし、えー、ご興味のある方はぜひ読んでいただきたいと思います はい、続きます。日本の経済力が大きくなることに伴って人々の暮らしもだんだん豊かなものになっていきましたがこの時期に大きな災害に見舞われてもいます。まず1918年から1920年にかけて世界中で流行した。 スペイン風邪と言われるインフルエンザの大流行です当時は第一次世界大戦の交戦中であったため軍人を中心に広く行き来し世界中で流行しました全世界で30%にあたる5億人が感染し少なくとも1700万人の 死者が出たものと推定されています。日本においても、この3年間で約40万人程度の死者が出ました。もう一つは、1923年9月1日、南関東一円を襲った関東大震災です。 マグニチュード7.9から8.3と推定される大地震で、約1万人が倒れた建物の下敷きになって亡くなり、約9万人が地震の後に発生した火災で亡くなりました。はい、今回の配信は以上となります。また、 次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。